ノー能ル太郎さん、勝ですよ、勝。<laughs> まあ合格しながらも勝を言わい入れられる男はノー能ル太郎だけかなと思いますけど。<laughs> 僕が教えてるのはコピー、あのなんだ、まあマーケティング、コンテンツビジネス、コピーとかそういうの教えてるわけじゃないですか。うん。いや、あの勉強していただいて、R の思考をですね、あの売ってほしいですね。 うん、でもノージル太郎さんだけです反応は取れてるのは。まあ,あの言いましたけどね。<laughs> まあでもあの,、えー、の届かないメールアドレスでしたけども <laughs>。でも反応は取れてるんでワンクッションで自分でページ作ってレター作ってしっかりと欲しくさせた状態でまあアフィリエートできるとまあ決まりやすいかなと思いますね。 うん、ただ今ツイッターに入れてるリンクを入れてるだけみたいな話をなんか入れ言ってたような気がするんですけど、それをしっかりとレター作って、で、そこで案内していく、あと日々の、えー、発信に関してもしっかりライティング意識して、ライティング意識してというか、まあ学んでね、それやっていくってことをやらないと、うん、ずっとスキルつかないですよ。うーん まあ僕はもうあのいつも言ってますけどコピーライティングかトークかっていうこのコピーかトークかっていうこの2曲しかないよっていうのを言ってますでそこに共感していただ共感完全に同感共感していただけるんだったらじゃあやれよっていうねじゃあやれよっていうものを伝える上で何で伝えますかって話で何でもそうですよ何でも伝えるときトークかライティングかしかないので モールス信号で伝えますか手話で伝伝ええまますすかか手話どうなんですか点字で伝えますかっていう話で、うん、伝える手段はこの2曲しかありません。でどう伝えるかなんですよ。どう書けるかなんですよ。うんだからここにね、あのそ、それが分かってるんであるならば、じゃあやろうよってただそれだけですよ。うん。僕が、その、僕もね、いろんなの見てきましたよ、稼ぎ方。 ブレずになんでずっと発信してるんですかブレずにずっとなんか日々動画アップできてるんですかなんでですかまあいろんな理由はありますよ。でも明確的に言えるのはもうこのトークかライティングしかないと思ってるからです。だから日々自分のトークを磨く。少なくても今回のねコピーライティング道場2期のプレゼントにあたって、まあ、また動画でねバーってやりました。でメールも届きづらいのでどうかなと思ったんですよ。ね 6月から Gmail の改正があってちょっと届きづらくなるみたいな話が出てねで実際にまあちょっと肌感覚でもちょっとどうなんだろうっていうところでまあいろいろと今テストしてるんですけど今回も一応そのテストの一環でメール1通しか送りませんで動画でずっと案内してきました結果まあまあ来てます <laughs> まあまあ来ました普通にしかも直近で僕の動画を発見してもらって直近でこの なんだえー、企画にご参加していただいている方が8割です8割9割です、はい、直近でメールアドレス登録してくれました直近で企画参加してくれてますでまあアンケート見ると、まあ、動画もこう見てくれて直近で見つけてくれてっていうところでで動画見つけてくれても僕の話してるトークが刺さってなかったらどうすか1,000文字以上書くこの企画に登録しますで1,000文字しかもメール一通ですからね でまあ、中にはその18時に来るメールを楽しみに待ってましたっていう人もいてますから少なくてもある一定の人に刺さってるわけですよ刺さってるトークができてると思うんですよねそれは結果として出てるのでで,でそういう結果を得るために僕は日々何をやってるのかっていうとトークじゃないですか常に動画をアップしないっていう日がないし、まあ、毎月何かやってるしそ,うそれを見てるんであるならばあのやってほしいですよね で僕はその先生なので,うんでなんで僕がせ、まあ、その日々やってるのかもう一つの理由は背中を見せるってことですよね口ではなんぼでも言えるので先生が現場でもやって,おて見せる結果を出すとかねもうやってる姿を見せるっていうことで、うん、やってる部分もありますけど。うーん だから多分、脳汁太郎さんはまあ結果が出てないのでね、多分まあ全然脳汁もクソもなんないと思いますけど、マーケティングをめちゃめちゃ勉強してコピーが書けるようになったらめちゃめちゃ脳汁垂れますよ。だって自分の意図した方向にお客さんを持ってって、意図した方向に決済してもらって売り上げ上がるんですよ。で、この感覚はめちゃめちゃ脳汁出ます。自分の思うようにお客さんを感情を動かして、思うように 登録させて <laughs> で決済してもらうとかねなんかその行動を促すっていうことができるようになるとめちゃめちゃ脳汁垂れますよアドレナリン出ますよ僕も未だに現場でやってますけど自分が思うようにうまくいった時にあのやっぱ楽しいですよねうんでもそれができないからのそのマーケティングとかコピーライティングに脳汁が垂れることはないと思いますでもできるようになると脳汁垂らせますおきたーみたいなうーん それ結構現場で僕ずっとやってますけどやっぱいまだにやっぱ楽しいですもんねうんそうこの感覚というかなんだろうな自分のマーケティングがこうパンってハマった時はすごい嬉しいですよねうんだからお金が儲かった儲かってないっていう違う部分でもすごくじゅ要はなんかその見てる人に要は信用されたとか見てくれてる人に あのワクワク与えたりとかなんかそのなんだろうなお金以外のところも出るわけですよただ他のやつだとただお金がちょっと増えるとかねわかります <laughs> まあ別にいいんですけどねいろんな生き方がありますのででも僕はねそのこういう感じで生き,生きてやってますので <laughs> うんも,うもうツールはだってやんなくていいんじゃないですか ツールは <laughs> ツールやってると結局ツールに意識いくじゃないですかだから僕も仮想通貨手出さなかったのが仮想通貨ちょっとでも買うと仮想通貨に意識いっちゃうんでで寝,寝動きは激しいじゃないですかだから買うとそっちにやっぱ意識がいっちゃうのでこっちに100%でいけないんですよだからコピーとトークに100%いけないんですよおあ俺今日どれぐらい上がったかなって見るでしょツール回してても見てるんでしょ どうすかツール回してても見て,る見てるわけじゃないですか。ああ、大丈夫かなトランプさんが大丈夫かなみたいな。見てるわけでしょその状態で100%コピーとトーク、これ大事って分かってるの、こっちにフォーカスできますって話で、ね。フォーカスできるのったらいいですよ。僕はすみません、できないですね。僕はできないと思ってるんで手を出さなかったです。うーん。で、少なくても、僕はそれを教えてる先生だしね。うーん。 まままあまあまあ人それぞれなんでいろんな生き方があるしいろんな稼ぎ方がありますけど僕に習うんだったら僕から習うんだったら僕は一点に集中しろって話ですよでそのスキルをつけて何、うん、だろうな自分でこう稼げるようになった上でなんか違うものに手を出すスキルを手に入れて,てですよそのスキルを手に入れ習得してスキルを習得自分で金稼げるスキルを習得した上で で自分に自由に使えるっていう状態でその一つの選択としてツールとか使うのは別にいいと思うんですけどうん僕はもう自分で最低限金稼げるスキルですよね自分の己の力で誰にも頼らず己の力で稼ぐっていうスキルがある一定は絶対あるべきだと思います誰も守ってくれないですからね 僕もお付き合いもありますし、裏切られてきたこともね、ノジ汁太郎さんも知ってると思いますけど、いろいろありますよ。だからいろんな経験して、結局自分を守ってくれるのは自分しかいないっていうところに行き着いてるので、僕はね。うん。誰も自分の、あの、おむつ変えてくれないんですよ、大人になって。誰も。誰もです。で、おむつ変えてもらいたいんだったら金払うしかないんですよ。ノジ汁太郎さんがおじいちゃんになってね、 自分で後処理できなかったら金払っておむつ替えてもらうしかないんですよ。ただで、あの、能汁太郎さんのおむつを交換してくれる人、毎日交換してくれる人いないですよ。これ厳しいですけど。いますか能汁太郎さんがおじいちゃんになって、自分で処理ができない。うんこの処理ができない。しょんべんの処理ができない。ただでずっと介護してくれてる人いますいないですよ。そんな人は。これが現実です。 だから自分のケツは自分で拭けるようにしないと。で、それがお金っていうのを自分で稼げればお金を払ってそれやってもらうサービスを受けられるわけじゃないですか。でもなかったらそれできないんですよ。うん、まそれが僕は現実だと思います。僕も嫌ですもん。赤の他人のね、おじいちゃんとかおばあちゃんのこれ働いてる方には本当申し訳ないですけど、大変な仕事だと思います。めちゃくちゃ大変な仕事だと思いますよ。 でももそれも給料があるからなしで毎日それできるかっていうとすごい大変ですよお風呂入れだったりとかいろいろな、ね、それ以外にもいろんな仕事あると思うんですけどうんなんで、えー、自分で稼げるスキルを自分でまずはつける最低限これが大事だと思いますけどね自分の人生を作るのも自分だし自分の人生を守っていくのも自分だし最終的にはね でもそういう人、そういうなんか自分でそういう強い信念だったりとか強い気持ちがあれば、あ、この人についていきたいっていう、この人応援したいなみたいな、あか、ついてきますから、逆に。僕はそう思いますね。うん、あ、こ,この人の考え方かっこいいなとかね、この人応援したいなってついてくるので、そういうパワーがあればね。うん、でもそれがなかったら誰も助けてくれないし、応援してくれないですよ。うん。 ともうあのねアフリエート一応ノージル太郎さんだけですからね反応取れたのは、うん、僕の商品をアフリエートして反応を取れてるわけじゃないですか <laughs> だからコピー極めていただいて売っていただければまあ僕もそれはありがたいんですけど 自分も報酬はなるじゃないですか。稼げるじゃないですか。あ十本、月10本売れれば50万ですよ。どうですか ?50 万あればよくないですかプラス50万。どうなんですか <laughs> 他人の商品紹介してね。うん。はい。まあ、頑張ってほしいなと思います。では。